時刻は11時を回りました。今度の片付けのお時間です。ということで、MC はスローヨガミックスインストラクターのコートが、この後11時30分まで、今日は収録でお送りしていきます。ということで、山内さん、今日もよろしくお願いしまはす。い、よろしくお願いします。はい。ということで、なんでコート今日収録なのと。いつも放送じゃんと思われてると思うんですけれども、この日はですね、この日じゃないんだ、その次の日ね、が21キロのフルハーフマラソンに出てまして、はい、なので、一応まあ、プロみたいなこと言うけどさ、仕事だけど、プロみたいなこと言うけどさ、一応、コンディション整えたいからさ、おそうっやすつよみたいね。な。いや、さすがにね、ちょっと21キロ、結構しんどくて。そう、何を血迷ったのか21キロにしちゃったので、そう、私が出るこのマラソンっていうのは、2回、まだ浅いんよ。第2回の、わからない人は調べてみてください。伊良部島、宮古島、伊良部島、下地島ってなってるんだけど、この下地島の17エンドっていう、ビーチみたいなとこがあるんだよね。めっちゃ綺麗なとこ。そうそうそう。飛行機の、空港の隣？滑走路のとこでしょ。そう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 。あそこの17エンドマラソンっていうマラソンってなっています。そう。17エンドマラソンは、この17エンドの周辺をぐるっと回っての21キロになるんですけど、それでさ、その先週の日曜日、練習のために、この伊良部大橋っていう大橋があるんですよ。で、この回る、ただで渡れる橋の日本一って言われてるやつ。3.5キロぐらいある橋なんですけど、そこを練習で往復してきたんですね。同じ時間帯ぐらいに。マジさ。最初は元気よ。本当に。もう帰りゾンビよ。3.5ぐらいでしょ。って思うでしょ。マジで。本当、伊良部大橋知らん人、伊良部大橋調べてみて。あそこね、船が通れるようになっとるんよ。おっきい船。だっけん、高低差えぐくて。そっか、坂になってるんだ。もうめっちゃ坂、もうめっちゃ坂、本当に。なんか、もう3回ぐらいかな？あるんだけど。んなにあるの？そう。なんか知らんけど、妙にこうなってて。なんか、この、バイク、ロードバイク、ツールド、フランスとか、バイクあるやんか。バイクの人たちが、練習に来るんよ。あの坂をって言われてる坂を念のためっていうことで練習してたんですけど、まあ、死ぬよね。本当に。朝かきつそうだな。そう。それで、もともと3.5キロって聞いてたから、往復7キロで、ハーフマラソンって考えても、まあ、3往復ぐらい、普段は、その大会ではしないといけないけど、まあ、とりあえず、もう、1往復やってみようっていう話だ。もう、ドロッドロに死にかけて、もう、ほんと、なんとか、なんとかゴールしたぐらいの、ほんと、そんなレベルなんですよ。でもね、よくよく話を聞いたら、その橋3.5キロじゃなくて、4.4キロぐらいあったわけ、結局、え、片あ道。んなあるんだ。それで結局往復で、まあ、9キロ近くは走ってて、だまあ言ってみて、もうざっと計算したら2倍。出れば大丈夫だよっていうので、まあ、それ1時間半ぐらいかな、かけて走って、そう。なので、いやー、そのね、ちょっとプロじゃないけどさ、コンディション整えるために、今回はお休みさせてもらおうということだったんですけど、なんか沖縄って結構マラソン合ってるよね。そうですか。うん。どの。私、実業団のマラソンが毎年あるんよ、福岡では。
超もうプロの人たちが走るようなやつ。それ以外で、あと福岡マラソン、福岡市マラソンとかやってんのかな？あんまり聞かないけどな。やってるんじゃないですか。やってんのかな？まあ、福岡市マラソンはやってんのかな？なんかそれぐらい。でもなんか前やってたのは、福岡市の中を走るのがもう大変だから、この路線止めたりが。なんかこの糸島の方でやってるって聞いてた気がするな。でもね、那覇マラソンも超有名だし、マラソン多いですよね。めっちゃ多いですよね、本当に。気候的な問題、やっぱり。ああ、そうなのかな。他がめっわちかゃ、らんからね。ちなみに、まあ、この感じからしたら多分ないだろうなとは思いますけれども、このマラソンは走られたことがありますか？一回もないですし。でもさ、この学生の時は除いて、学生はなんかあるじゃん、時給の若い。3キロぐらいだけどね、学生の時は。あれはもちろん出てますよね。出ますね。出てますね。じゃあ、それ以降出てないですか？出てないですし、出るつもりも毛頭ないですね。いや、ほんと。でも、今回さ、まだ走ってないよ。走ってないけど、この練習のために、この伊良部大橋を渡ったじゃんか。で、私も言ってもマラソンとか本当に苦手なタイプだし、もう、この宮古にいるのがもうラストイヤーなので、もうなんかの思いっていうので、今回チャレンジをする、近所のママとね、するんですけど、思い出作りにっていうので出てみたけど、なんかこんなこと言ったら大げさだって言われちゃうかもしれんけど、マラソンって意外に人生の縮図かもしれん。なんか本当にいい、こう走らないと分かんない景色っていうか感覚ってあるっちゃなってめっちゃ思った。なんかこのまず私たちは伊良部大橋渡ってて、私伊良部大橋もう今まで何千回と多分ね、1000回近く行ってんだけど、走ったのは初めてだったんですよ。全部走るとか、全部歩くとかは今までやったことなくて。そしたら、初めて、この走ってる時に、マンタを見ました。マジ？あ、マそれジ。すご。そう、多分、超すごいとこなんだと思うんだよね。旦那も宮古出身だけど、初めて見たって言ってたから。すごい。野生のマンタ、めちゃくちゃ綺麗だった。めっちゃそういうね、いいこと。車じゃ絶対気づかないこと。亀はね、だいたい車でも見れるから、だいたい橋渡ってる時に、亀さんかなって言って、亀見るぐらいなんだけど、まあ、亀は2回、2匹見て、1匹見て、まあ、これも、宮古では結構普通な、海見てたらいるよっていう感じなんですけど、そうなんだ。マンタはちょっと、やっぱさすがにテンション上がった。っていうのが、まあ一つあって、まあいいこともあるし、こう、もう折り返しぐらいから、もう相当きつくて、で、もう歩いたり走ったり、走りたいけど足が出らんとね、本当に。歩いて走ってをしてる方がきついんよ。歩いて走って、もう走ってるんだったらずっと走る。歩いてるんだったらずっと、の方がやっぱきつくなくて。走ったり歩いたり、走ったり歩いたりって言って、走ろうとするけど、もう途中から本当に足が出なくて、この歩いちゃうみたいになって、でも頑張って走りたいから走るってしてるのが一番やっぱきつくて、走れるんだったらずっと走る、歩くんだったらずっと歩くみたいなのの方がいいんだなっていうのを勉強になったんだけど、やっぱさ、人ってさ、しんどくなると下向いちゃうんだよね、本当に。この海が綺麗だし、この風景がめっちゃいいから、多分この飽きずに走れるよっていう風なので、伊良部大橋選んだけど、もう景色なんて見る余裕ゼロ。全然いいところが見えないんですけど、マンタイが。いや、でもね、っていう、まあ、でもマンタに会ったのはすごいことだし、もうきつい、とりあえずきつい、本当にきつい。きつくて、
なんて言うんだろう、もうやばくて、もうなんか、ん。最後多分、もう人間の本当にこの本性の部分がめっちゃ出るけんさ、はいはもう自分でも今考えれば超笑えるんだけど、もう理性なんてないから、い。うん。もう、旦那はさ、隣です、隣と前でさ、優しくさ、頑張れ、頑張れ、あと10メートルだよとか、あと何メートルだよ、頑張れ、頑張れってずっと言ってくれてるわけ。うんうん。ここ無視。もうそれにも答える余裕もないし、もうただひたすらもう無視して、走って やって話ないけど、で、あとちょっとだよって言って、もう本当あと100、200メートル、いや、300メートルかなぐらいの時に、急にね、そこに来て、今まで平坦だった道が坂になったんよ。そう。で、もうその瞬間に私は、は？坂？ふざけんなって言いながら、怖マジ怖いよね。普通に考えたら怖いよね。坂に切れるって何なんて、本当に思うけど、もうめっちゃくつくよ、本当に。なんか、もうあとすぐそこがゴールなのに、なんで今更坂？ふざけんなとか言いながら。自分が選んでるしね、しかも。なんて言ってんだよと思うんだけど、なんかすごいこの丸裸にされる感じ。そんな感じで、あみたいな。何のために頑張ってるのに逆出すわけとかって言ってるわけ、一人ぼつぼつぼつ。完全にやばい人っていう感じなんですけど、でも終わったらやっぱ、なんていうの、今までハーハーになってたのもすぐ落ち着くし、でもハッて。もう普通にもうそういうなんか理性がない状態はすぐプツンって切られてて、でもなんで逆にそうやって怒ったからすごい好きでした。なんていうんだ、こう理性が効かないストッパーがない状態になるから、変な話、この旦那さんの応援は嬉しいなって思いながら、でも答える余裕もないし、頑張れ頑張れって言いながら、でも本人も一緒に走ってるから多分きついではあるはずなんだけど、頑張れ頑張れって言われながら走って、でも途中本当に一瞬ね、まあもう頑張れもいらんって思ってしまった時もあったぐらい。やばいよねって私は思ったけど、でもそれぐらい、なんていうの、このもう自分の中であのもうきつすぎて、理性がなくなっちゃう瞬間、なんかこの普段の生活でやっぱなかなかないから、きつすぎて、あ、私も出産以来だったと思う、あれになったの。出産の時ってもう痛すぎて、旦那さんに優しくするとか絶対無理だし、もうなんなら、もうあの、先生とか、この看護師さんとかにも当たっちゃう人いたりとかするとか、暴言がめっちゃ出るって言うよね。だから、そういう姿を普段旦那さんに見せてない人は、あの、立ち会い出産しない方がいいよって、引かれちゃうよってよく女子のあれでは言うんよ。もう今までに見たことない、あの、自分の好きな人の姿があるから、そこに旦那さん行っちゃうんだよね。なんかあれはもう本当究極なんだけど、あれの入り口ぐらいまでには立てるよ、マラソンは。本当に距離行くと本当に、だそっからなんかそか。う溜まってる感情がある人は逆にいいのかもしれないなと思って。そうっすか。なんか一皮むけるっていう感覚がちょっとよく分かりました。なるほどね。だから、まあ今の、そんだけもう理性の入り口に私は立った、理性じゃない、もう究極の入り口に立つぐらいの練習でそれぐらいに立つぐらいだからさ、これの倍あるわけよ、本番は。じゃあどうなってんだろうね、マジでって思うけど。でもちょっと感動はしそうだね。ゴールできたら。泣いちゃうと思う、本当に。嬉しい。ね。なんか、ちょっと、あの、恥ずかしいけど、練習でも泣きそうだったもんね。もこれね、周りのみんなから、都の人たちって本当優しいから、すごい応援してくれるんだよ。頑張れ、頑張れ、って言って、あとちょっとだよ、って言って。っていうのを、なんか、この本当ゴール手前とかで、みんなからわーって言われたら、なんかもう本当に嬉しくって、なんかもううわーってなっちゃうのかなーってのは思う。
宮古はさ、トライアスロンもやってるから、本当もトライアスロンにしたってか100キロとか、本当に走って、もう極限の極限になってる状態だから、本当みんなこの太鼓とか持ってカン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 応援するわけ、頑張れ頑張れ、この時間大丈夫だよとかって言いながら、私もそれに行ったことあるんですけど、なんか応援してる私が泣きそうになったもんね。こんなにあったかいんだと思って、だから走ってる人は、もうすごい、なんて言うんだろう、泣いちゃう人、たくさんいるだろうなって思います。それは、そう、このね、あったかい宮古のこの地域性で、出るっていう楽しみはあるかな。なるほど。はい。じゃあ、山内さん、一旦 CM 行きましょうか。はい、タシムです。はい。はい、CM 行ってます。はい。じあとゃあ、続けますか。7分ぐらいですかね。7分もない？ちょっと違うか。待4って。はい、分？大丈夫。はい。じゃあ、そのまま行きますね。はい。行きます。どうぞ。お送りしてます。番組はコートのことづてです。11時30分まで、今日は収録でお送りしていきますということです。私がチャレンジする17エンドハーフマラソンについてもお話ししてたんですけど、どうですか？ちょっとやりたくなった？全然です。なんでもねいや、僕コロナ禍の時にこのフットサルとかもなくなって、だからちょっと走ったんですよ。この宜野湾のこのここ FM 宜野湾のさ、あの坂？そう、あの坂、FM 宜野湾から出発して坂まで降りて、で、どこかな、三重ぐらいまで行って帰るみたいな。まあいいコースだね。いいコースでしょ。あれも多分ね、3回ぐらいやって、あ、もうこれ俺に合わんっつってやめてるので、何がダメだった？あ、なんかつまんないよね。なんかこう、ただ走るっていうのがなんか合わんなーっていう。目標がね、ある方が走りやすいかなってのはめっちゃ思います。なんか私今走ってて、私の今の目標は、この距離長く走るっていうよりか、このペースを保つ。これって意外にむずい。なんかそういう楽しみみたいなのはあるかな。あと、思ってるよりも超スローペースで大丈夫だった。時間。もう1分、1キロ、8キロ、8分とか9分ぐらいでいいから、もう本当にゆっくり、ゆっくり走っていて、もうそれこそ最初はもう1周400メートル走るだけで、お腹痛くなって横腹。だだだだってなってたけど、もうまずペースが速いし、で、この、なんていうか、もう運動不足だから、それが、なってたけど、もう3回目ぐらいにしたら、そのペースだったら、ちょっと無限に走れるかもみたいな、そういう感じになったんですよ。え、マジすごいね。そう、でもそれは本当にペースがゆっくりだからだと思う。山口さん、ああ。ハイペースで走ってたんだよ。なんか、ゆっくりは走ってはいないですね、確かに。もうハイ早く終わらせたいかペースは3キロとかしか持たんから、それこそ2、ら。あは。3キロしか持たんから、もうだってきついだけじゃん。きついだけ。本本当に。当に。だけど、それこそ、なんて言うんだろう。ゆっくりペースで走ってたら、なんかこの、こんな、へえみたいな、この周りをキョロキョロする余裕とかあったりとか、通ってる車見て、へえみたいな、最近この車多いなとか、なんかちょっと、なんて言ったら、散歩に近い感じ。でも結構ハイペースだとそんな余裕ないと思うので、ないない、もうだから坂を最初に下って登るから、もうその時点でもうやばいんですよいや、わかります。あの坂、地獄坂だよ、ほんと。ね。ね。で、僕ちょっと思ったんですけど、そのキックボクシングもやってたって話しましたっけ？一時期試合するために。その時も筋トレをやろうって言って、
お家でもやろうってやってたんだけど、それも続かなかったんですよ。だからなんか自分を追い込む系は苦手なのかなって、こう性に合わないっていうか。トトさん、あれかもね。その頑張った先にある成果を感じたことがないからじゃない。そうかもしれない。それを感じたら多分めっちゃハマるタイプかなって思います。それを感じるのはいつからかなっていう話だよね。あ、多分もしかしたらさ、それは山内さんの求めてるレベルがハイなのかもね。ハイレベルなのかもね。ああ、そうかもね。そこのレベル下げたら、なんかもっと、なんていうの、こう、変わってくる。でも、何事もそうだけど、この体に変化が出るとかっていうのは、もう超時間がかかるから、それこそヨガとかでも。だよね。そこをもう最終目的にしてしまうと、もう道のりが超長いわけよ。だから、それまでの、この間の、このちっちゃいゴールをいっぱい決めた方がいいと思う、私はいつも。ああ、なるほど。なんか僕、あと一個思うのが自分で、僕はストレスとかも気づきにくいんですよ。自分の体の変化とか。っていうのもあって、普通の人だと、あ、結構締まってきたなとかって気づくのを、俺はちょっとアホだから気づかないっていうのも、アホだな。アホなんですよ、本当に。それはコツがあります。よほうほう。く先生から言うとね、それがコツがあって、普段からそういうのって、まあ、言ってみれば訓練だよね。自分の体の変化に気づきやすくなるっていうのは。なので、その訓練をしてもらうために、使っている筋肉を意識してもらうと変化に気づきやすくなります。これはね、よくさ、ボディービルダーの人たちが、このムッキムキするときに、心なんとか筋がーとかってよく言うじゃんか。でも、あれってマジで意味があって、この私もポーズやるときとかによく言うんだけど、ここの筋肉使ってますよって言ったら、それを言われると脳はそこを意識するわけね。そうすると、実際にそこの筋肉がたくさん使われるようになるんだよね。だから、どこの筋肉に効いてるのかっていうのを、すごい感じるのがめっちゃ大事。なるほど。ぜひそれでちょっとやってみてください。わかりました。ちょっと。やる気が少しだけ出ました。イエーイ。 なんで勧誘したがってるか謎だけど。 ねえ、なんか趣旨がそこだったのかなっていう。はい、ということで、今日は、そう、フルマラソンの話、ハーフマラソンの話でした。ま た、週間後、次はね、あるところから生放送したいと思いますので、皆さん楽しみに、またお耳拝借させてください。またねー。